はい、どうも皆さんこんにちは、サイテーマンです。 Tears of the Kingdom 今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲルドの方面に進出しております。で、ゲルドの地上絵ですね、この辺りに地上絵があるので向かっていきたいというのと、ここに多分ゲルドの街ですね、ゲルドの街の異変が前回のパートで発覚しまして、砂塵がどうもすごいことになっているということでしたね。ということで早速やっていきたいと思います。まずは村の方面を目指すか、こっちに行けばね、多分地上絵なんですよ。地上絵を目指していくのがいいかなと思います。あとは眺望台の開放ですね、この辺もやらないといけなくて、あ、これどうも多分船で進めそうなんで、ここ川を進みますか。とりあえずこの陸上で作った方がいいよな。川をちょっと進んでいきましょう。して船を作ります。これまた方向逆とかなんないよな。これ方向合ってますよね。これ前もなんかわけわかんないことになったんだよな。これ外して、これでさすがに進んでくれると思うんで、じゃあ行きましょう。船に乗って、船に乗らして、よし、こうで、これで、おお、いいじゃないですか。これでじゃあ進んでいきましょう。上上流の方ですね。初めてなんかこういうのをちゃんと活用できたような気がするわ。まっすぐ進んだりとか、もっとこういうのをね駆使していかないとダメだよね。飛行機とかさ、ああ宝箱あるけど、まあしょうがない。いいね。多分ここが川なんだろうね。これ沿いに進んでいきは違うわ。この線が川なんかなと思ったけど違うわ。これだ、川は。ある程度じゃあ詰まるんか。あ、祠感知しましたよ。祠とかもね、もう見つかる次第ね、ゲリラ的に進んで、攻略していこうかなと思っております。危ない。皆さんもあれですかね、Tears of the Kingdom はある程度クリアされましたでしょうか。なんか、ゲルドの方まで来たっていうことで、僕もなんかちょっと終盤感に差し掛かってるんでね、すごい悲しい気持ちになっていますが、まあ、まだお別れではないんでね、まだもうちょっとこすりますよ。あ、眺望台あるね。そこ眺望台まず解放させに行きますか。もうこうやってただ歩いてるだけで楽しいですよね、ゼルダは。そしてなんか昔を思い出しますね。なんかね、このゼルダを実況してて特にね、なんかブレス・オブ・ザ・ワイルドを実況してた時をね思い出すんですよ。6年前、もっとか、7年ぐらい前、なんか楽しかった頃をね、配信者としてこう希望に満ち溢れていた頃をね思い出したりとかするんですが、まずは眺望台解放させに行きましょう。まあ今も別にそんな暗い話ではないんで、今も別にね新しいスタートっていうか、頑張ってるんでね、リアルの方も。ここの上は、登れそうだな。上に登り切った後、全容を見渡しますか。よし。まずは上空から把握する。状況を把握する。祠の中とかも攻略もそうなんですが、ことフィールドにおいても、やっぱ上を取るっていうのは大事だね。だからこそ頑張りのゲージを先に、ハートよりも先に解放させないといけないんだよね。でしかも今作は特に、体力が満タンだったら、即死技食らっても体力が1残ってくれるんで、特に頑張りが重視されるよね。どっちを選ぶみたいな論争はありますけど、僕はやっぱり頑張り、まあ、適度に体力もまあ取ってるかなと思うんですけど、眺望台が向こうだったよな。修理からの祠の音するんだけど、眺望台もこっち方面だったはずなんだよな。ここの下だろうな、多分祠。あれはなんだ、ただの谷か。まずは眺望台解放だな。最悪眺望台から上飛んでいってもいいんだけど、まあ、それだと芸が味がないので、まあ徒歩で行った方がいいかなと思うんでね、眺望台から飛んでゲルドの町に乗り込むみたいなことも今作は可能になってるんですよ。
大体のことは可能になってて、それが割と味気ないなとも思ってるんですよね。ただどうせなんであれば地上探索しながら祠とかいろいろと寄り道しながら崩落した方が楽しいかなと。この辺にいなかったっけ、長望台。あれ長望台じゃないか。あれ長望台だよな。ん、馬宿か、長望台。あそこなんだ。あの奥はこの辺りだ。ちょっと行ってみますか。暗くて見えないんで。ただ長望台ではないはずです。長望台は多分向こうの山を越えた辺りだと思うんで、行ってみましょう。砂漠の中だな。カラカラバザールか、あれ。なんか見たことがあるような、ないような。カラカラバザールっぽいな。カラカラバザールっていうか、なんか避暑地みたいなあったじゃないですか、前作で。ゼルダの写しの記憶があったところ、女装の装備もらったとこだよね。ここがそうで、向こうがゲルドの町だよな。じゃあまずは手前の祠から、ここの砂塵の状況ですね、確認したいなと思います。ある程度ゲルゾー族もいると思うので、まずは祠解放からいきましょう。まずは情報収集です。多分村には入れてもらえないでしょうから、まずはここら辺の情報収集、そして祠の解放からいきましょう。よし、マヤタタの祠いきたいと思います。よし、行くぜ。はいと、地を滑るもの行きたいと思います。地を滑るもの、おお、滑ってるな。ソリのように滑ってますね。滑った先に何があるのかってことだよな。まずはゴールがどこなのかってことだ。上に登るのか。はこの下降りたらどうなるものか。死ぬな。死にますね。ただあのソリを使わないと上には上がれないよな。どうするかなんですけど、僕はピンときました。戻れ子です。落ちてくる、落下してくるものを戻れ子で受け止めるんじゃない。で、受け止めるっていうか乗るんでしょ。ここで待て、まだだ。戻れ子からの、わあ、ちょっと早い。ただ間違いない。ただやり方間違ってない。ある程度もうちょっと降りてきてからだな。戻れ子、ここ乗ります。おっと、乗ります。解除、落下、滑ってくる、戻れ子。はい、といいんじゃないですか。 OK です。で、解除と。次が、あ、ゴール見えてきましたね。砂か、これ。おそらく持ってかれるよな。砂ですね、持ってかれますね。なるほど。操縦が1個あるんで、これか、このブロックに乗れってことでしょうか。いやー、違うっぽいけどな。どうするんでしょうか。あー、これだ、ソリで滑っていけってことか。とりあえずこれつけて、よし、じゃあ行きましょうか。とりあえずこの砂地に下ろし、行きます。おっと、あ、そうだよな、そりゃそうだよな。扇風機がないもんな。ただ扇風機なんてこのマップにはないので、どうするか、どうするか。これを、あー、あの奥にあるやつだ。届きます？届かないんで、とりあえずここを段差にし、足場にして、ここまで行き、奥のやつを取ってくると。よし、 OK です。これで、宝箱とかは無視していいのかな。向こう宝箱だね。宝箱あるけど、一応ゴールまでは行けるので、もう行きますか。そうだね、宝箱と構わずに行きたいと思います。
左に行けば宝箱の方面に行けましたけど、まあ多分ギミック的には同じなんで、まあ、これでいいかなと思います。で引き続きカラカラバザールで、話を聞いていきましょう。砂人についてのことだね。さあまずはどう困ってるかだよな。宝バザール、あれか、砂人っつーのは具体的には、はい、サボった、うむ、我ながら完璧なボだ、発音の話さ、ボットやってこと。どうした見られる青年よ。我が輩たちは世界初のゲルド族公認になる予定の、予定かい、男性、俺だよ、ゲル、あ、公認ではないのか、俺は忍び込んだだけか。世界初のゲルド族公認になる予定の男性、ボーイキャラバン隊、青年もゲルドの町に行きたいのかね。ゲルドの町はおそらくあの奥なんでしょうね。ゲルドの町に行く方法が分かんないんだよな、多分。ボーイキャラバン隊、我が輩たちはゲルドの町との交易を夢見る商人仲間なんだ。全部理想論なんだよ、さっきからこいつら。ちなみにボーイってのはゲルド語で男を指す言葉だ。英語でもそうですね。このぐらい知っておかないとゲルド族の皆さんに受け入れてもらえないぞ。我々はどうにかゲルド族に取り入ろうと長年ここに居座り、言い方が良くないよな、取り入るとか居座るとか、やっと少しばかりの信用を勝ち取ることに成功し、この正門の見張りを手伝わせてもらうまでになったんだ。ああ。それまで門番の槍が頬をかすめたこと数え数え切れず、旅人にすら変質者に間違われたことがあったな。おう。ゲルドの町はここをまっすぐ行ったところにある、ゲルド族の、ゲルド族によるでゲルド族ののみの町、つまり我々にとってのユートピアなんだ。なんでそうなるんだよ。ああ。なんかパッとしないやつらいっぱいいるな。隊長、声がでかいですよ。ゲルド族の皆さんの心象が悪くなったらどうするんですか。うん、横島な考えを持ったやつらだな。すまん、ロブスター、つい。ベンジャミンにロブスターか。まあ、というわけでだな。ゲルド族、ゲルドの町は男子禁制の掟があって、男性は入れぬのだが、入れぬと言われたら入りたくなるのが世の道理。本当は砂人の中、まあ、こいつらは女装して、紛らわすみたいなこと、リンクみたいなことはできませんからね、多分ね。本当は砂人の中、さっそうと彼女たちを助け、ボーイキャラバン隊の交換を上げる策だったが、砂人の中は視界にも頼れない上に、コンパスも狂う始末で、我が輩たちではまっすぐ進むことすら無理だったんで、それは諦め。とりあえず今はこのオアシスを守りつつ、彼女たちの懐に入ろうと狙っているというわけだ。言い方が悪いよな。状況は分かったけど、これなんだ、何これ、ガハハハ、いいだろこの玉、古そうで高そうだろ。ゲルドの町に古いもんを調べてるやつがいるらしくってよ、町に入れたら詳しいやつを探すんだ。これは俺っちのだから欲しいなら自力で探すんだな。なめんなよ俺を。ダメなんか、俺が何をしようとしたか気づいたんだな今の。すごいなお前、プルアパッドの性能を理解してるってすごいぞ。とりあえず向こうには行けないってことだよな。リト族もいるじゃん。翼があってよかったよ。いや、おはった。おはようってこと？ああ、すまん。ここでの生活がちょっとばかし長くてな。ゲルド族のサボったっていう言葉と混ざっちゃってね。混ざっただけかい。そんな言葉あるんかなと思った、おはようの。最近変わった挨拶も出てきたんだよな。ボッタとかサーバとか。うん。君を砂人で足止めかい？ハイリア人は飛べないから大変だよね。砂人は上に行けば行くほど薄くなるから。あ、そうなんだ。そうだよね。砂があるから上の方は薄いわな。僕らリト族みたいに翼があれば砂人なんてへっちゃらなんだけどね。ああ。ゲルド砂漠全体に砂ぼこりが舞い上がってるだろ。それが砂人だ。そうなんだよ、確かに。めちゃくちゃ濃いよな。黄砂みたいな。なんか、ドライアイの人がもうますますやられちゃうみたいなね。砂人の中じゃ視界が悪いだけじゃなく、コンパスも狂っちまうって話だぜ。このオアシスはそこの上昇気流のおかげか、砂人の被害はないし。僕らリト族は砂人の上を飛べるから中に入ったことはないけどね。君をうっかり砂人に入らないのを気をつけることだな。それじゃあ。サボナーラ。さよなーラ。いいよお前。なんかちょっとした小ボケしてくんな、さっきからこいつら。あのゴロン族はマシだな。ゴロユートピアとか言ってたらゴロン族よりは全然マシだね。サボった。サボった。
見ない顔だな。お前もゲルドの町に向かうキャラバン隊の一味か。そんなもんじゃありませんよ。違いますよ、奴らの仲間じゃないのか。まあ何にせよハイリア人に殺人は過酷だろう。今ここから出ないことだな。はい、暑さにお困りでしたら。バーサーク、バーサーク、ゲルドの町からやってきたおしゃれなお洋服さんですよ。ボーイのお客さんには入手困難だったネッサの鉢金。え、これかネッサの鉢金、多分ないと暑さに耐えれないよな。うちのお洋服は見た目も素敵な上に暑さもしのげる高性能なんですよ。常にお持ちでも色違いで何着買っても困りませんよ。買いましょう。何ルピーなんでしょうか。450、買えますね。暑さガードなんで、これ買いましょう。バーサーク、暑い砂漠ライフにぴったりのおしゃれボーイの羊。うちの商品はそこのがラストワンなんで、買っていただければゲルドの街も知らないとっておきの秘密を教えちゃうんですけどね。じゃあ買います。そしてとっておきの秘密とやらも教えてもらいます。ラストワン、お買い上げいただきましたので、お約束のとっておきの秘密を教えちゃいますね。なんだ実はお買い上げいただいた鉢金はネッサシリーズの一部で、他に片当てとズボンがあるんですよ。買える場所がちょっと特別で、ゲルドの街にあるシークレットクラブね。あの前作であれがあったやつ、光る装備が、夜行装備のあれがあったところだよね。シークレットクラブでしか買えないんですよ。その場所ってのがファッションパッションっていうお店の裏手で、よく考えたらボーイはゲルドの街に入れないんでしたね。今のは忘れてください。ファッションパッション、よし、とりあえず装備しました。厚さガード、ある程度厚さがガードできるようになったかなと。じゃあ砂塵の奥に行く方法をちょっと探っていきたいんですが、なんかあの高い塔みたいなのあるよな。ここまず寄ってみましょうか。何か詳しいやつがいるかもしれんしな。宿屋か、うん、ご神用にどうだいって言ってんのは何をでしょうか。砂漠のために危険はつきもの、命が惜しいなら担当買っておくれ。奥のカウンターで宿の受付もしております。いやー、うん、宿とかそんなんじゃなくて砂塵に入る方法なんだよな。スイーツ見てんな。絶対詳しいこと言わないなこいつ。絶対重要なこと言わないじゃん。よく見たらすごいおばさんだった。いいんですけど別に。この人は宿だよな。すみません、聞こえてます？宿屋のご利用ですか？普通のベッドはもう接客として、お前全然ダメだろ。よろずえの家中とでもどうぞ。接客としてお前、心配さねえって言ってる。あんた旅人さんかいね。魚鳥村のこと何か知らないす？あ、俺が救いましたよ。村のことすら知らないで何も知らなそうだわね。村鳥村はハイラルの南東の上にある小さな漁村だわ。あたいはそこで宿屋をやってたんだけど、急に海賊が村を襲ってきて、身一つでここまで逃げてきたんだわ。さ、すごいな、結構遠かったよ。ここも砂塵はひどいし、遺体の知らない魔物も出るっていうし、あたいはこれからどうしたら。救ってやったんだよな。ちょっと教えて、報酬をもらいたいところだけど。この上に何かあるのか、無理だったらもう強引にあのなんとかキャラバン隊、あいつらと一緒に砂塵の中突っ切るしかなくなるけど。あ、ゲルドの槍ちょっと欲しいけど、朽ちてんだよな。朽ちてるからあんまりいらないっちゃいらないよな。棒いらないわ。よし、こっちに変えといて。あとね、あのコメントでいただいたんですが、こういうゾナニウムなんとかみたいなのあるじゃないですか。このゾナニウムのこの塚みたいなやつ、取っ手みたいなやつ、あれはゾナニウム素材を組み合わすと補正でさらに攻撃力が上がるみたいですね。なんか倍率がかかって上がるみたいです。倍率かわかんないですけど、さらになんかプラスアルファ攻撃力が上がるみたいですね。ゾナニウム系を組み合わせることで、なんかゾナニウム以外にもなんか他にも相性がありそうですよね。ゾナニウムだけじゃなくて、これとこれを組み合わせるとなんか相乗効果が生まれるみたいな。とりあえず上まで登ってみます。ここからでもパラセルで飛ぶっていう手もなくはないよな、そう考えたら。上はなんか緩いっていう話だったから、こっからパラセルジャンプっていう手が一応こっち、トレルーフで一発で行きたくなってきたんだけど。よし、何してんだ。ジルバ、ゲルドの町は異常なさそうだな。ん、見えるんかゲルドの町、あれか。
って、おいおい、ここはバザールの灯台だぞ、一般人が勝手に。まあいいか、せっかくここまで来たんだ、この景色堪能しておくといい。写真を見下ろせる場所はカラカラバザールではここだけだからな。あそこがゲルドの街だ。あそこに行く方法が、写真が確かにやばいね。もうほぼ何にも見えないですね。修理を使ったとしても飛んでいける保証が全くない。ただしかもこれ多分修理使わないような気がしていて、なんでかっていうと修理持ってないじゃないですか、一番最初にここに来た人。通れるって上まで行けない、持ってないわけだから、通れる、あの修理を使った攻略っていうのは多分間違ってる気がするんですよ、多分ね。だからそれじゃいけないような気がするんだけれども、行ってみましょうか。では砂塵の中、多分なんかコンパス効かなくなって引き戻されそうな気がするけど、ちょっと強引に行ってみます。今一瞬、そうだね、ここ入ると砂塵に包まれるね。ゲルドのね、砂漠はね、時のオカリナから通じてね、こうなるんですよ。わー、気温がかなり高くなってきた。防げないんだ俺の持ってるこれでは。いいでもダメだよな、ダメだよな、これは死ぬ。厚さガードの料理でも食べますか。厚さガード、寒さガードはあるが、厚さガードはもう食い切ったんか。このまま真っ直ぐ行ったら着くかな。砂漠の裂け目だって裂け目、ああ裂け目があるってこと。修理を使ったから一発で飛び越えれちゃったっていう感じでしょうか。なんかイベント無視してる可能性がもしかしたらあります。一括で来ちゃってるんで。切るのか、このまますぐ行ったら。ひんやりメロン、これ食いたいな。料理できないか、この辺ないか。クソ、ないな。薪で一応なんかやることはできるけど、とりあえずこのまままっすぐだよな、向かっていくか。カラカラバザールのとこ一旦戻ります。あそこからさ、あのなんとかキャラバンが見てたやつの方向から行った方が安全か。クソだ、やれた。俺の装備一旦戻った方がいいかもしんないね。これなんか不安になってきたわ。俺の装備どこ行った。あれ、ぶっ飛んだんだけど、ちょっとあの体験、危ねえ。うわぁ、あんまりにもまっすぐ行って何もないんだったら戻ります。暑さもやばいしな。いや、戻った方がいいかなこれ。うわ、なんかやばそうな、ギブといる、ギブといる、怖っ。ちょっと無視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 、今相手してらんないわ。逃げろ。うわー、無理っぽいかな。体力ももうないもんな。戻った方が良さそうっすね。わけわかんないですもんね。ダメだ、ちょっと結構すぐに見えてたんだけど、一旦戻ります。いや、ダメだね。ちゃんとした順序通りに行かないとダメっぽいですね。なんか裂け目みたいなのもあったし、ダメだな、これ。一筋縄じゃ行きそうにないですね。ちょっと厚さガードの何か料理作ってから臨んだ方がいいかもしれないですね。厚さ軽減の何か鍋か何かがあれば。あったあった、これだ。ひんやりメロンをとりあえず、厚さガード5分、ひんやりメロンちょっと買いますか。じゃあ高いな、ちょっと高いが、うん、しょうがない。4つぐらい買っておきます。ちょっと高いですが。でこれを22で分けて置いておきましょう。2で5分、まあ1でもいいや。ちょっと防ぎたいときのためにこう分割で置いといて、5分もいらないときとかね。 OK、 じゃあこっちから行きますわ。これがなんかえのきだ工務店の何かだけど、使えそうにないもんな。
ーきつ、砂塵に飲まれないようにしていかないといけないんだよな、ちゃんとルート通りに。一括で行ってやろうとも思いましたけど、うわーもうダメだこれ。しかも厚さガードももうそんなに持たないよな。これなんか道案内とかしてくんないかな誰か。死ぬぞこんな、まだ闇雲に行っても。上まで行ったらなんかあれとかあります？見えるみたいな。いやーこれは前作と、前回とは、前作っていうかあのブレワイとは違った、またあれがあるよな。これとりあえず上まで行きます。ダメだ、トレルーフの方がいいか。トレルーフで行って、あ、出れたな。ここが一応頂上で見えてるんだけど、ゲルドの町は向こうだよな多分。いや違う、あれはゲルドの町のマークじゃない。あー地上絵あるじゃんあそこ。あの地上絵は確かここだよな。マラッタタの祠のところの自前の地上絵だよね。ゲルドの町は多分あれっぽいけどな、違うかな。向こうにただ飛んでいくってことしかできないよな。ただこの砂漠入っちゃうと後戻りはできないんで、行きます、飛んでいきます、まっすぐに。ある実験があって、裂け目まで来ましたね。ある実験があって、人間がね、あぶね、ちょっと人間が目隠しをされて 50m 先のまっすぐ歩いてくださいって言われたんですよ。人間がね、ある実験で 50m 先まで目隠しをしてる人間が歩いたら、その30分後ずっと歩き続けてたんだけど、30分後目隠しを外してくださいって言って、目隠し外したらそのスタートを切った場所から1メーターぐらいしか移動してなかったっていう実験があったんですよ。どういうことかっていうと、今これ砂塵の状況でまっすぐに歩いてる感覚でも、もしかしたらこうぐる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 回らされてるだけっていうことが起こらないかなっていうのだけ。目印がなくなったら俺もそうなりかねないんですよっていう実験があるんですよ。なんとリングワーム現象だったから、なんかそんなのがあるらしくて、なんかその雪山とかの遭難の原因みたいならしいんですけどね。まあそんなことはいいんですが、まあそれにちょっとなりかねないかなっていうところだよな。あ、着いたじゃん。ないけどな。あ、これがゲルドの町？違うのか。着いてるんだけど。ちょっと待って、ゲルドの町着いてんのになんで？どこ？着いてんのにどこ？どれなんだよゲルドの町。これでいいのか、これゲルドの町、これゲルドの町か。入れてくれ。さすがにここで帰れとか言わないよな。極悪人だぞこれで帰れとか言ったら。あ、え、なんか雰囲気がおかしくない？あれ、しかもなんで入っていいの。あれ入っちゃったよ。あれ村人がいない、誰一人と。え、ドムドラみたいになってる。ほらゲルドの町で一体何が、あ、何これ。え、動かないよな。うわー動く、なんなんなん、近づきたくないこんなやつ。硬くねこれ、こいつ。で倒すんだ。何か弱点あるはずです。水、火、水、火、火かな。エロ、あ、火だ。ギブトは火に弱いですね。ギブトの骨、太陽の歌とかに弱いもんな、ね、ギブトな。何なんだここ。何があった、ゲルドの町で一体。ちょ
ちょっとルージュのとこ行ってみますか。ああ泣いてる。避難してんのかな。上でもう生活できなくなって、うわー、ゲルドの街は一体何か。砂塵に襲われたのはわかるが、ちょっと奥見てみます。スイーザー聞こえるかって言ってんな。はい、ちょっとゲルドの街で異変が起こっているというところなんですが、また次回ですかね、この辺でパートを切ろうかなと思います。また次回このゲルドの、谷の調査を進めていこうかなと思います。ということで、また次回のパートをお楽しみに。サイテンマンでした。ありがとうございました。